色黒で歯が白いおじさんは信用してはいけない。どうも、ベブンリョークッキングです。今回なんですけど、このベブンリョークッキングのアイコン、多分今この私の顔を隠していると思うんですけど、このアイコンを新しくしようということで、マスコットキャラクターを作りましたので、そのお披露目の動画でございます。この今使ってるアイコンっていうのは、まずネット上で知り合ったとある方に書いてもらったというか、別にお願いしたわけではなくて、なんかある日突然書いてみたみたいな感じで送ってきてもらって、でそれをあのアイコンとして3年くらいかな使ってるんですけど、このアイコンを変えようと思った理由が2つありまして、まず1つが、まあ、さっき言ったこのアイコンを作ってくれた方がですね、音信不通になってしまいまして、もう全く連絡もつかないと。なので、まあ、例えばこんな感じでこう新しいバリエーションが欲しいってなった時に、バリエーションが増やせなくなってしまったというのが一つですね。もう一つ、こっちがメインの理由なんですけど、このアイコン、まあ、見ていただければ分かると思うんですけど、これですね、サンダースがモチーフになったキャラクターになっていて、私はこの目分量クッキングチャンネルは本気で中期化目指してやっておりまして、そうなった時にこれは著作権的に大丈夫みたいな大丈夫ってなっちゃって、オリジナルのキャラクターがあった方がいろいろやりやすいかなと思いまして、今回、オリジナルキャラクターを作ってみました。じゃあね、もったいぶっててもあれなんで、お披露目といきましょう。はい、こちらドン。はい、今出てると思いますが、どうでしょうかね。まあ目分量ということで、目をモチーフにして、で、まあ、料理チャンネルというのが分かりやすいように、コックさんの帽子をねかぶせてます。でそれだけだとなんかキャラクターって感じじゃなくて、なんかただのマークみたいになっちゃったんで、こう足をつけてキャラクター感をね出してみました。まあこう 目ですね、ほんと目から足が生えてるという、結構化け物化け物になりましたが、これはあれですね、なんかただ可愛いだけじゃなくて、こう一目見た時にインパクトというか、こう異質な感じ、え、何これみたいなのがあった方が、こう見てくださった方の印象に残るかなと思って、おお、脈々様みたいな感じで出したいなと思って、こんな感じになりましたけど、今後はこのマスコットキャラクターを使っていこうと思います。はい、で肝心のこのキャラクターの名前なんですけど、まだないです。はい、決まってません。ちょっと考えたんですけど、なんかこうしっくりくる名前が思い浮かばなくてですね、もしよろしければコメント欄とか、あとツイッターの方とかで、ね、名前の案を送っていただければ大変助かります。ちなみになんですけど、これですね、 iPad で書いたんですよ。で普通この iPad でなんかイラスト描くときって、なんか Apple Pencil ですか、なんかそのタッチペン的なもので書くのが普通だと思うんですけど、まあ、我が家にそんな上等なものはないので、指で描きました。はい、めちゃくちゃ描きづらかった。なかなかないと思いますね、指で描かれたアイコンっていうのは。これからね、結構どれくらいかかるか分かりませんが、収益化目指してね、やっていくので、この化け物とともに頑張っていこうと思います。今年は料理動画とは別で、とある動画シリーズを作ろうと今考えているところですので、ぜひご期待いただければと思います。ということで、今回の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。こんな感じかな。なんかこういう実写動画の締め方を知らない